ちは、ハンコルンゴの岡田です。今日はおうち時間をもっと楽しくということで、ボックスティッシュをラッピングしていきたいと思います。とても簡単に、包むことができますので、ぜひチャレンジしてみてください。それではスタート。まずは紙のサイズです。